なんかフジテレビ、目覚まし8で、北海道で起きたトラックと都市間高速バスの衝突事故を報じたようなんだけれど、視聴者から多くの批判の声が巻き起こっているみたい。なぜ批判の声が巻き起こっているのか。ドアも番組内で衝突事故の解説をしたようなんだけれど、解説者が半笑いで解説していたことに批判の声が集まっているようなんだよ。死亡者が出ている事故で半笑い。批判の声が起きてしかりだよね。では、詳しい内容を見てみるね。北海道南部の八雲町で、トラックと都市間高速バスの衝突事故が発生したのは6月18日のこと。双方の運転手とバスの乗客合わせて5人が犠牲となった。フジテレビの情報番組、目覚まし8が6月20日の放送でこの事故を扱うも、解説者の態度に視聴者から驚きの声が上がっている。番組では、トラックがセンターラインからはみ出し、対向するバスに衝突する瞬間の映像を公開。事故の原因はトラック側にあるとして、トラック運行会社の社長が報道陣の前で謝罪するシーンも紹介した。そこで流れたのが、交通事故鑑定人の肩書きを持つ渋沢敬三氏のインタビュー映像。渋沢氏は、真正面同士でぶつかったら、ちょっと結果は変わっていたかも、と述べて、車の前にはフレームといって、車体の硬い部分が2本走っている、と解説。そこのところにうまく衝撃を吸収してやれば、キャビンの安全は守られる、と続けた。リアルタイムで番組を見ていた視聴者からは、解説者なんで半笑いなんだ。笑っているように見えるけど、と指摘が相次いでいたが、解説はさらに続く。事故現場となった道路について、長く続いた直線の後のカーブっていうのは、やっぱり危ない地点なんですよ、と言った際、明らかに笑みを浮かべていたという。今回の衝突事故により、5人もの犠牲者が出ているんだからね。フジテレビは、もっと節度を持った報道をすべきだと思う。ネットでも、全録レコーダーで見てきたけど、本当に笑いながら喋ってるよ。ご遺族の気持ち考えていますか？事件事故が栄養源のマスゴミですね。これはひどいな。所詮は他人事ですかね。半笑いで報道して良い内容じゃないですよ。マスゴミ離れが進む理由がよくわかりますね。普通の会話でも笑いながら喋るやつっているよね。何なんだろうあれ。道徳と共感力が著しく欠如してんだよ。人の心がないから。だって、テレビに出るような人たちだし。テレビはそういうところ。人の不幸を楽しんでるテレビ局だからね。震災の時、アナウンサーが笑えてきたって言っちゃう曲だし、富士にもらるなんてないやろ。お正月に、社屋に地獄絵図を掲げるテレビ局だぞ。全然不思議じゃない。事象が深く考えられないからです。バラエティ番組だからだろ。この番組だけじゃなく、他の番組も、コロナ大変だ、と笑いを交えながらやってたじゃん。他人の不幸は飯の種、ワイ、マスゴミ、などと、苦言殺到状態。多くの人々の厳しい意見を、フジテレビはどう捉えてるんだろうね。まあどうせ、いつものように反省はしないだろうけれど。そもそもマスコミ自体が、他人の不幸は蜜の味状態でしょ。誰かが亡くなった際も、遺族が悲しみに暮れている最中にもかかわらず、家に押し寄せインタビューをしようと試みるような人たちだもん。まさに、人の心がないとしか思えないようなことばかりやってるからね。やはり、マスコミのそのような姿勢は、改めるべきだと思う。そうしないと、さらにテレビやマスコミは嫌われちゃいますよ。いい加減変わるべきだと思います。